よーし。いやー、強いね、ちょっと。敵。ん？おお、お、なんかいいね。あ、ディキャスタイムが結構長い。この子、おお、びっくりした。ちょっと待って待って待って。あ、いててててて、パニックパニック。ゲルロットパンチ。よし。パンチじゃないけど、ゲルロットパンチ。落とし穴があったなんて。クモ。あ、強いわ。よし。あ、なんもない。本当に罠だった。やべ。シークレット3。うわ、マジ、あっぶな。 ミリなんだけど。 あぶね。シークレット3。またハエか。やばいやばい。え、結構強いんだよな、ハエ。やばいやばい。卵。やばいやばい。シークレットさん。お願い。やばいやばい。よしよし。こっち側いけるかな。あ、いけた。よしよし。水中で使えないもんね、ゲルロットさんは。お、お逃げを。地下に進んではなりません。やっぱり何かあるんだな。うわ、また落ちた。同じことしちゃった。さっきのところだった、今。気づかなかった。同じことしちゃったよ。うわー、ここか。わかんねえな。もう何回するんだよ、これ。くそー。してられてるぜ。とりあえず、ケガの男子。よしよし。あ、ここか。わかりにくいな。うん、何もないね。よし。ふぅ。もう回復があと1個でしょ？あと1回でしょ？わー、なんか、ここもレバー式。そっか。じゃあ、ここだね。どうしよう。噂はぎんだ。イエレンアタック。よし、サーヒン強いよな。HP も多いしな。あ、やば。やばいやばい。あ、いてて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 て。強い。やばい、強い。あ、これはチャンス。ちょっとあれ欲しいんだけど。あの、チャクラも欲しいんだけど。かっこいいんだけど、あれ。遠いところから。よしよし。なんか上がありそうなんだけどね。うわ、やべ、サーギンだ。やばいやばいやばい、危ない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 。イエレンさん、上。よし。強いな、サーギン。なんかありそうだな。ああ、いけなかったわ。よーし。ん？どういう道順？右側が普通に道。あ、なんかある。読め。あ、一章来た。双子城砦の防衛戦一章。東の果て、江戸の領域より災い来たる。押し寄せるは獣の群れ。獣を従える赤き穢れの王。わあ、なんか出てきたで、ボスっぽい名前。名前というか、ボスっぽい存在。赤き穢れの王。それはこれまでに至る。古の民たち。あ、古代人じゃなかった。古の民だったね。
イニシエの民たちの音叉が形を成した恐ろしき姿だった。まあ国威の騎士さんがね、イニシエの民らしいので、なんか知ってそうではあるけど、双子城砦にて待ち受けたのは泉の城巫女と国の危機に立ち上がった勇敢なる騎士たち。騎士たちは何度も倒れようとも立ち上がり戦った。なるほど。わっ、よしよし、これでショートカットだね。よしよしよし、いいよ。まあ意外と順調だけども、回復がないのがちょっと怖い大丈夫かな。わあ、ハエか、ハエやばいんだよな。このやばいな、これゲルロットさんにするか。あーでもギルロットさんにしたら西の商人さんがいなくなってしまう。あ、でもギルロットさんの方がいいかもしれない。あ、いいね。なんか、なんだろうね、この形。結構謎の形だよね。卵どこにあるんだ？まだ奥か。うわ、やべ。よし。なんかありそうだけどね。このくぼみに。くぼみ。くぼみに。卵がないいのか。あ、でもゲルロットさんやっぱ強いな。うわ、危ねえ危ねえ危ねえ。パリ、どうしよう。今じゃ。パリパリ。今じゃ。やばいやばい。ちょっと待って。危ねえ。よいしょ。あー、このくぼみに入ったら結構雲が来た時がやばいのか。あ、いけない。あれ、なんかいけそうだけどね。お、いけた。お、危ね。お、何度か。あ、登ったけど、いけない、結局。ほら。どうしましょう。とりあえず行くしかない。あ、このハエ、ハエじゃない。雲やばい。あ、ゲルロットさん強いな。やっぱダメージ大きいのは正義だな。あ、やべえ、マジかよ。ここに来て。ちょっと待って。怖っ。どうしよう。あ、いいね、いいね。あぶね、怖っ。回復ないんだって。やめてほしい。あ、こいつも怪しくない？あ、よかった。怖え、ちょっと。とりあえず左。ここは意味ないか。さっきのところだもんね。そうだよね。うん。じゃあ右。ゲルロットアタック。ゲルロットアタック。やべ。あー、食らっちゃった。やばい。イエレンさんアタック。回復ないんですけど。どうしよう。なんか下に落ちそうだよな。あっぶねえ。とりあえずあそこに登ってみよう。なんもない。しかも登れない届かないよな、これは。そっか。あ、エレベーター行くか。右行けなかったな。うわー、なんかやばそう。もう匂いがやばそう。あ、でもセーブポイントか、ここ。あ、よかった。地下の境界、白巫女や森人がいた痕跡があるが、何か思い出せないか？お、なんかある。シルバの手記。あ、シルバさんはなんか森人でしょ？あ、そう、シークレットさんのお姉さんだよね、多分。双子城砦にいた騎士や兵士たちはおかしかった。倒れても起き上がり、汚れをものともしない。あれはまるで獣そのものだった。白巫女様に聞けば教えてくれたのかもしれない。あの場にいた私と白巫女様以外、みんな獣しかいないかと思うと怖かった。シーグリッド、ごめんなさい。あなたを守るために森人の座を奪ったのだから。私はやっぱり森人にはふさわしくなかった。
休みましょう。わあ、なんかどんどんやばくなってきてるね。どうしよっかな。右と左と下。まあなんか右か下が多分ね、奥だと思うから、一回ちょっと左行ってみようかな。あれ、行けない。ああ、行けないんだ。ああ、届かないね。下は？ああ、下やばいわ。ああ、下やばいわ。絶対これ。ああ、下やばいわ。どうしよう。待って、これ、読む。あ、シルバーの手紙に、獣の王。あんなのを見たのは初めてだった。私は足が震えて動かなかった。動けなかった。泉の白巫女の森人なのに、浄化が終わってから私は何が何でも浄化を止めなくてはいけないことに気づいた。汚れに耐性があるとはいえ、それほどまでに白巫女様の汚れの進行はひどく、動くのをままならない状態だった。マジか。そんなにやっぱ汚れの影響を受けるんだね、やっぱり。って考えるとやっぱりもうお母様というか、フリーディアさんはもうやっぱり獣になってるのかもしれないな。ちょっと待って、ちょっとマジでやばい。そこじゃあった。オッケー。サハギンめっちゃおる。めっちゃおるやん、サハギン。見て。あー、落ちたくねー、サハギン。イソギンチャク、イソギンチャク。あれ、登れる？これ。危な。登れ？滝があったんだ。よし。あ、やばいやばい。あ、いて。いやー、待って。早く。こうやって、滝、わかんなかったな。とりあえず左行ってみよう。やべ、行って。痛いな、弓。左。あ、なんかセーブポイントに続いているところか。ちょっと待って。上からはいけないんだよな。いけないな。やべ。よしよし。どうしよう。まあ絶対いるよね、サギン。うわ、待って。いたのか。やべやべ。よしよし、行ってて、早く。よしよし、サハギンはね、もう遠くからやるしかないね。強いんだよな、マジ。行ってて、て。いやー、伸びがすごい。伸びしろしかねえ。OK。おし、下いけるね、これ。わあ、どうしようかな。アベチン。痛い。ちょっと一回、ここら辺全部探索しきって、一回セーブポイントに帰ってから、下行きたいな。回復ないしな。強いな、マジ。雲強い。あれ？待って、レバーある。え？あ、いけた。調べる。
どこが開いたんだろう。ちょっと上側を、うわー、やべえ。上側を先に探索しきっちゃおう。うわー、もう 落とされた。ちょっと待って。マジか。ちょっと死んじゃうな。一回変え、セーブポイント行こう。よし。あ、あるよ。読む。フリーディアの手記4。いつも聞こえてくる後継者の話。もう私は使えないの？王家の血なんて知らない。よくわからない。子供なんていらない。なんかやっぱり必要とされたいみたいな気持ちが強かったのかな、フリーディアさんって。ちょっとスキルのセット変えて、西の商人さんと、このゲルロットさんちょっと一緒に使いたいな。動きが遅いゲルロットさんを西の商人さんでちょっとカバーするみたいな感じで。で、シーグレットさんこっちに置いて、あ、いや、違うな。シーグレットさんも、ゲルロットさんと一緒に使いたい。で、墓守さん、古き墓守さんをちょっとこっちにして、これでいこう。じゃあちょっと右側に戻って。あ、いててててて。西の商人さん。よし。ちょっと待って。ここはこれだね。イエレンさんで。やばいやばいやばい。やばいやばい。落とされる。どうしよう。ここもイエレンさんだ。オッケー。パリ。やばいやばい。落とされる落とされる。やばいやばい。危ねえ。どうしようかな。ここはもう行っちゃって。いてててて。よし、行けた。これはどうすればいいの？とりあえず上、行ってみればいいかな。うわ、毒だね。これはちょっとゲロッツさんだな。いってー、めっちゃ貫通してくる。あ、やっぱり。西尾商人さん、シーグレットさん。どうしよう。シーグレットさん。よしよし、よしよし。ありがとう。ありがとうございます。なんもないのか。あー、なんか道すげえたくさんあるな。やっぱりな そんな気したんだよな、今。よし、今チャンス。あ、待って、早いな、復帰。回復。まだいるかな。まだいるよな、多分。これは？レバー。お、エレベーターが。降りてきた。やっぱり、シークレットさん。よし。痛いな。ふん。おー、いってててててて。ちょっと待って、マジで強いな、お得。マジか。強っ。とりあえずエレベーター乗るか。乗る。うわー、弓。ゆみちゃん。オッケー。これちょっと。ああ、いいね。この子でチェックしつつ。毒はちょっとまずいね。よしよし。どうしよう。これは？こっち行けばいいのかな？お、なんかある。おお、守りのかけら。やった。最大 HP マジで増えたね。増えたけど、敵の攻撃力が高いから、そんなになんか、余裕感は全然ない。
よし。やーべ、くそ。おら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 。回復。ああ、もう早速回復ないよ。これは？ん？あれ、どこが変わった？これ。ん？お、エレベーター2つある。2つあった。右はあるけど届かないよな絶対。ちょっと一回飛んでみるか。無理そう。届かないね。あー、やっぱりか。よしよし。え？なんか反応してんだよな。あ、やっぱり。イエレンさんで、わかるな。あー、ギリギリ当たんない。よしよし。危ない。オッケー。よし。策的策的。あ、でもイエレンさんが反応しないってことは大丈夫そう。いいね。え、広いね、マジで。これでまたエレベーター。なるほど。うわ、危ない。西の商人さん。あ、ここ来たところだ。あ、やばいやばい。やばいやばい。ちょっと、操作に混乱してます。操作に混乱してます。よし。あ、そうだよね。ここ何もないじゃんって言ったところではないのか。あ、あれ？ここ開いたなんか。もしかして道が。そういうことではない。あ、違うね。別の場所か。わっぶね。多分一発だと思うんだよね、この HP だと。よしよし。お、的の鎖。おー、嬉しいね。結構もうレリックもね、いっぱいいっぱいになってたから。ここ来てないところか。なるほど。あれ、ここだけだった。合ってるよね。このまま行けばいいんだよね。うわ、なんかおる。ここは白巫女の森人の修練場でもあったようだな。待って、これシルバさんボスで出てきたりしないよね。あ、大丈夫そう。ああ、だけど。あ、そっか、森人か、これ。森人が着物になったバージョンか。シーグレットさん似てるもんな。とりあえず、上に道があるんだけど、やべ。とりあえずこのここら辺の周辺を探索したい。やべやべやべ。怖い。めちゃくちゃ怖い。てか広くない？ああ、やっと。うわ、めちゃくちゃ広いな。そしてもう回復がないからマジで怖いんだよな。あ、白巫女様、どうか救いをお与えください。ケカルの残滓。さあ、上があれになってるからセーブポイント、レストポイントがあるから、多分あの、なんか、行けなかった場所だとは思うんだけど。怖え。マジ一発食らったらアウトなんだよな。あ、行けないわ。わあ、なんかある。わあ、なんかある。お守りのかけらかな。
いけないんだよな。やっぱジャンプ力がちょっと欲しいよ、でもちょっと。そっか、気になる側のアイテム。とりあえず上行きましょう。セーブポイント、レストポイントにね、一回戻って。OK。ああ、よかった。めちゃくちゃ広い。セーブ。ちゃんとセーブ忘れないようにしないと。いや、マジで広いね。まあ、一回戻って、右に行く感じかな。あと、ま、下もちょっと行ってないもんね。まあ、とりあえず右行ってみようか。いやー、で、またいるんだもんね、敵が。あ、上から行こう。上から行った方がいいかも。めちゃくちゃチャクラム飛ばしてる音がするよ。よし、行っちゃおう。待ってくれ。明らかにボスなんじゃが。なんかシグリットさんに似てるから、多分これを、お姉様、シルバさんだと思うんだけど。行くか、行くしかねえか。お、黒衣のキスさん。シーグリッド。わー。あ、もう獣になってらっしゃる。戦うのかな、やっぱ。いたー、シルバー。うわー、なんか飛ばしてくる。うわ、早い早い早い。これはもうイエレンさんの力を借りつつ、めちゃくちゃ早いんだけど。そしてかっこいいんだけど、めちゃくちゃ。これはパーリーをうまく使うところだな。OK。よしよしよし。よしよしよし。やばいやばい。やばいやばい。よしよし、いいよいいよ。いいよいいよ。ちょ、イエレンさんで行こう。あ、でもイエレンさん後半に取った方がいいかな。いや、もう行っちゃおう。行ってて、やばいやばい。一回回復しよう。いや、でも、全然まだいける。こう、跳ね飛ばしてくのめちゃくちゃかっこいいんだけど。あ、BGM が激しくなってきたね。おーっと、上取られた。いて。おー、はいや。はいや。パリリ。あー、できてないね。いててて、ちょっと待って。あー！2発食らってしまった。え、どうしよう。 どうしよう。 普通にちょっとやばいんだけど。あ、そうだ、レリック装備しよう。でも水中残ってんの。あ、結局あとスロット1欲しいね。なんかここら辺装備してもしょうがないもんね。あ、でも一応水中行くところあるし、ちょっと、一応セットしておいて。ちょっとスキル変えようかな。やっぱりちょっと金のマジスさん欲しいな。これでいくか。あ、どうしよう。ちょ、イエレンさん、ゲロツさんのところに置く？置くか。遠距離と近距離で行って、で、黒衣のキスさんと金のマーチスさんとシークレットさん。これでいこう。え、待って、なんか普通に静かに始まったけど、普通にシルバさん強いんですけど。あ、間違った、しかも場所。ふぅ。危ねえ、危ねえ。下だったね、行く場所。普通に間違ってしまった。よーし。あ、めちゃくちゃ無視できるじゃん。
あー、シルバさん、浄化したい。ん？あ、待って、なんかある。読む。かけかけの手記の詩編。白巫女様と禁じられた領域へ行くことになった。汚れを払う手段なんて、浄化以外にあるというのだろうか。シーギリットにしばらく会えなくなるのが何より辛い。声を聞かせてほしい。今すぐ抱きしめたい。私のものでいてほしい。もし逆の立場だとしたら、こんな危険な場所へシーグリッドを連れて、行かれていた。ああ、シーグリッドを連れて行かれていた。そんなことは耐えられないからこれでいい。シーグリッドがいれば、私は。シルバさんの心の支えだったんだね、本当に。守りたいもの。シーグリッド。シルバさんが何より守りたいものがシーグレットとなったんだ。ちょっと待って 強っ、羽強っ。よしよし、いった。やばいっすよこれ。この HP で多分やられるもんな。裏を取って、裏を取って、よしよし。今のところいい感じ。イエレンさんも使いつつ、羽はもうよっけて、裏を取って、あ、やばい。まずい。回復。こう前に避けないとダメだね。裏を取って、よし。なかなか取れないな、裏。裏を取って、オッケー。でもなんか動きは意外と単調だからまだ大丈夫かな。イエレンさんの方がきつかったかも。やばい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 。よいしょ、よし、チャンス。あとちょっと、もうイエレンさんを 連打。やっぱって、あー、そっか、こっから HP 回復すんのか。待って待って待って。これはちょっと、まあ、痛い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 。めちゃくちゃ強いじゃん。あの状態何あれ。一瞬で HP なくなったんだけど。まあ、あの攻撃だけは絶対受けちゃいけないってことだ。そうだよな。やば。待って、マジで。はあ、やべ。どうしようかな。イエレンさんよりは、イエレンさんよりは、とか言ってたけど、そんな場合じゃない。めちゃくちゃ強い。うわ、振りかぶってさっき来ました？成長してる。やば。やば、回復。やばいやばい、ちょっとゴリ押し気味になっちゃってる。やべ、回復。やべ、これやばい。こんだけ食らってたら、ちょっとマジで、ダメ。え、さっきこんな振りかぶってこなかったよね あれ？さっき行動パターンめっちゃ良かったのかな。うわ、ちょっと何 まあ削りきれないんだろうな、さすがに。この状態は。おお。うわ、待って、これマジで離れないとやばいわ。これマジで食らったら死ぬもん。うわ、ばば。どうしよう。勝てるビジョンが見えないんですけど ちょっと待って。
やばい、緊張感いった。でも回復ないもん。いや無理ー、超強い。やばい。まあでも遠距離でやるっていうのは間違ってない。あれパリーか、爪攻撃。あれちょっと避けてなんか後ろに回ろうって思うんだけど、後ろに回る、あの体が大きすぎて、シルバさんの多分回れないんだよな、多分ダメージ食らうんだよな。マジか、強っ。ちょっと待って、ピンチなんだけど普通に。ちょっと待って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 、まずこの状態でなんとかだよな。よしよし、ちょっと振り返りを警戒しな。ガーリアビアちゃった。よいしょ、よしよし、いい感じいい感じ。もう自分から近づいて一発入れてって感じの方がいいな。よしよし、こんな感じでいこう。よしよしよし、どうしようかな。うーん、やべ、やっちゃった。羽強すぎ。いって、うわー、もうちょっとミスったらもう即死レベルなのがきつ。よしよし、よしよしよし、おらおらおら、もういけ。あ、やべ、マジで危な、回復。もういけると思ったんだけどダメだった。あぶね、あ、やばいやばいやばい、いって、また食らっちゃった羽。はぁ、待って、もう回復ないもんな。この状態で相手すんの。あ、回れるか一応。うわ、ギリギリ。うわー、いや、食らってんだよな。食らってんだよな。あー、待って、やっぱ食らうな。体が大きすぎて。いやー、意外といけてるんだけど。よしよし。いける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 。オッケーオッケーオッケー。あー、よかった。あー、すげえ。一発食らったら死んでるもん、これ。あー、シルバさん。浄化します、浄化します。ごめんなさい、ごめんなさい。いやー。あー、ちょっと良い。危ねー、マジで。めっちゃ、手汗やべえ。よし。浄化しましょう。シルバさんも。
まあ、結局獣になってしまったわけなんだけど、ちょっと気になったのが魔術師たちに飲まされたものっていうのが、まあ魔術師のね、イエレンさんはフリーティアさんと親友みたいな感じで、まあ、親友だったっぽいんだけど、どういうことなんだろう。まあその騎士たちがその獣の力を取り込んで不死の騎士みたいなになる術があるっていうのを前出てたんだけど、まあ、そういうやつなのかな。そういうのを薬を作ったのが魔術師たち。まあ魔術師にもなんか派閥があるのかもしれないし、ちょっとよくわかんないんだけど、森人シルバ、土による連続攻撃を行う。長押し入力によってチャージが可能。チャージ攻撃はより広い範囲に大きなダメージを与える。めちゃくちゃいいな。めちゃくちゃ楽しそうだな。シルバは最愛の妹を守るため森人となり、泉の白巫女の護衛という大役を担った。それが妹から疎まれることになると知りながら。あ、そうね、なんか森人になるってすごいシークレットさん強く願ってたから。そのシークレットさんを守るためにシルバさんは守り人になったって感じなんだね。来たー。シルバの守り人シルバの汚れた翼により回避行動が強化される。地上空中では滑走によりする素早い回避になる。あ でもこれ多分あれだよね、ジャンプ距離伸びるよね。あ、横に行くのか。あ、なんかちょっと思ってたのとは違う。何それ？奥義の解放。奥義ゲージが溜まった状態で、上、十字の上。発動したいメインスキルの攻撃ボタン。白巫女が多くの汚れを引き受けたことで、目覚めた古代術。古代術？そしてやっぱりもうディディちゃんもかなり浄化してるから、汚れが溜まってきてるのか。はぁ。汚れの魂の力を解放し、獣だった頃に使っていた必殺の奥義を繰り出す。え？奥義ゲージが溜まった状態で。ああ、さっきボスの状態で使ってたやつか。なるほど。え、ディディちゃんかなりやばくない？やばいよね、体。泉の白巫女の護衛の守り人。では、この近くに。そうだよね、フリーティアさんがいるはずなんだよな。やはり、汚れが進行している。え、ちょっと、やばいんだけど、リリーちゃん。巫女は汚れても、意識まで失われることはないというが。それでも、その汚れを受ける苦痛は、ずっと続くわけだ。だって、髪の色も、あんなに真っ白だったのに、黒くなってきてるし。浄化も大事だが、自分のことも気にかけた方がいい。もう残っているのはお前一人かもしれない。マジで。誰も咎めることもない。逃げることは悪いことではない。なんかすごいいいこと言ってくれる。私はお前には生きて、この国を出てほしい。うわ、刻印の岸さん。リリーちゃん、あ、待って、なんか見える。え？目覚めてはいけなかった。フリーティアさん？それでも託すしかない。ごめんなさい。汚れの運命を断ち切れるのはあなただけ。地上のまだ清らかな水が残る。最果て、辺境の湖へ。辺境の泉へ。フリーティアさんだ。あれは。フリーティアさんだよね。いやー、ちょっとまさかもうシルバさんと戦うことになるとは思わなかった。え、フリーディアさんだよね、今の。汚れの。うわ、髪の色、すごいなんか血が混じったじゃないけど、そういう色になってきちゃってるな。かなり。え、よく見たら、ディディちゃんの足とかもすごいあざだらけみたいになってない？うわぁ、めちゃくちゃ進行してる。ちょっと 辛すぎるんだけど。
森人も皆狂気に飲まれてしまった。これ上には飛べないの？あ、横。え、でもこれ多分かなり行けるところ広がったんじゃないかな。なんか、まあ、上に届かないところはまだ無理っぽいけど、ギリギリなんか横に届かないみたいなところは多分行けるようになったんだよね、これ。あー。とりあえず休みましょう。いやー、ちょっと。ストーリーかなり進んできたよね、これ。めちゃくちゃ辛いんだけど。どうしよう。ちょっと一回、とりあえず、シルバさんのやつ試してみよう。長押し。あ、なんか意外と振りが早い。あの、国威の騎士さんはこう連続攻撃とかできて結構便利だったんだけどさ。ちょっと使ってみよう、シルバさん。いやー、もう辛いんだけどもうずっと辛いけどさ。マジか。お、シルバさんとシーグレタさんが、まあとりあえず一緒にねいられるようになったのは良かったのかもしれないけど。あー、ちょっとめちゃくちゃ、どう、もうディディちゃんもめちゃ、もうほんと汚れが進行しちゃってるもんね。うわー。まあ、とりあえずちょっとね、ボス、戦ったんですけど、あとは、結構右側に行ける場所が点々とあるのと、まあ届かなかった場所って結構あって、前回とあの魔術協会のところも右側に届かない場所があったりしたんだけど、多分そこも行けるようになったのかな。まあでもなんか、上にもうちょっとジャンプしたいところもあるから、ちょっとわからないんだけど、次回はちょっとね、また、探索というか、まあ行ける道をどんどんねまた進んでいきたいと、うん、そんな感じでね行ってみたいと思います。いや、つらつらということで、いや、ちょっとマジでどうなっちゃうんだろうね。で、汚れの連鎖って言ってたから、だから白巫女ちゃんたち、白巫女が汚れを浄化するんだけど、どうなのかな、こう獣になる原因、まああの雨とか獣になる原因っていうのが自然に起こってるものなのか、まあもしかしたら最初の原因が人為的なものなのかとか、なんかいろいろまだね謎な部分はたくさんあるんだけど、まあその例の魔術師が薬をまあ渡してみたいな、薬を飲んで、まあ、獣になっちゃったのかなっていう部分もちょっとあるし、ちょっとそこら辺もまだもうちょっとね知りたいところが、確信が得られないというか、そういうところがあるので、どんどんねまたストーリー進めていきたいんですけど、いや、どうなるんだろうねこれ最後。まあ国威の騎士さんがめちゃくちゃいい人なんだけどさ本当にディディちゃんのことを思ってくれてる感じが本当にするから、まあ、本当に、ディディちゃんにはね、ちょっと幸せになってほしいけど、まあ、国威のキスさんも言ってた通り、もう生きている人っていうか、もうみんな獣になっちゃってるというか、生きている人っていうのが今もうディディちゃんしかいないんじゃないかみたいな感じもあったし、ちょっとどうなるのかな。ということで、今回はこんな感じで、また会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。